ただいまよりフォーカス M シーズン944回戦の模様をお届けいたします。司会実況は私楠原優が、そして解説は奈良圭純プロにお越しいただきました。奈良プロよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン944回戦東杯のスタートです。よろしくお願いします。まずは奈良手から紹介してまいりましょう。44回戦チーチェより泉、なんちゃに岡田、シャーチャに勝又、レイチャに宮内の並びで対局がスタートとなりました。ドン一局ドラワシャーとなっています。さあちょっと宮内プロ微笑んでいましたね。なんかちょっとニヤニヤしましたね手配どうなっているでしょうか。こちらが宮内、あそんなに良くなかった。赤ウスを使ったメンツがありますが、自敗がまだ多い形でした。さあこちらはなんちゃの岡田の手配となっています。ピンズで一メンツ、シャーチャの勝又、まだメンツはありませんが、両面がやや多いて格好、親の泉一気通貫。これ嬉しいような嬉しくないような、3色も1通もちょっと苦しくなってしまったというような形でしょうか。まあ、こうなってしまうと今にゃんまん縦に引いて3面ちゃんリッチがなんか一番、はい、どうですか。3万引いてのべたん3面ちゃんなんか、のべたん3面ちゃん選択できるんでいいですよね、はい、なんか自分でイースチーワンかリアンパーワンか選べるんで、まあ、できればその前になんか3色に変化する牌も、ね、1ピンとか引いてくれれば、はい、決めることもいいですけど、できますが、これ うん、でも先切っちゃいそうだもんね、こうなんか、そうですね、うん、1ピン引いてもなんか何イーマンリアンマンとかなんか切っちゃいそうだからとなると手役は厳しいですか。しかし形は圧倒しています。泉もイーシャンテン、そして岡田もピンズが育ってきている形、カンチーソを引き入れてこの形、うん、イーシャンテン、はい、そして3ピン引き入れて手の内に残していったのは宮内です。ん9万両ピンとウーピンのくっつきみたいな、はい、ちょっと手狭ではありますか。でもなんか数ピンとか引いちゃうとなんか、ああ確かに、あダメだ、数ピン引いたらただのシャンポンでしたすいません。さあそしてジャン頭ができました。泉が先制リーチ、親でサブロー9万です。43回戦に引き続いて他の3名を圧巻することができるか。こちらの手配サブロー9万、そして対するのは岡田でしょうか。当たり牌引いてきたが宝珠に回ってしまう、うん、サブロー9万での宝珠はリーチピンフ2900点、裏ドラは乗りませんでした、うん、こういう時思いません、なんか僕、はい、親で面ピンリーチした時なんか裏乗らないとなんかちょっと乗らんってなんか、しかも牌の横並びがない状態だったので、あの縦がなかったので乗りやすい形でしたよね。乗りやすい、そう一番乗りやすい形なんですけどね、はい、これね2900が5800になるだけで、ね、すごく嬉しいですよね。すごくなんかすごくがっかりするただし親番連チャンには成功となりました。こちら泉です。赤ウピンが1枚あるハイパイ、ドラの数ピンを引き入れたのは岡田です。そして勝又はチュンが統一、本一向かっていくでしょうか。そして宮内はメンツが、はい、決まっている、うん、もうピンフのイーシャンテンですもんね、はい、できれば3色なんかもちょっと見たいですか。6層なんか引いて先にロー層引きたい、はい、うん、さあしかしツモがどうやってくるか。チュン勝又は1枚目は仕掛けなかったんですね。宮内の第2打の牌、赤分引き入れた。これで3色ならずとも十分リーチといきます。イースー層待ちリーチピンフ赤の天牌です。イーソーが岡田にあんこだったんですね、うん、岡田さんがもう追いつきそうですね、はい、スーソーも1枚使われています。岡田のみ手配にイースー層が4枚、山には4枚残りです。さあどうだ、チワも切っていく。岡田さんでも浮いてる牌がドラの数ピンなのか、はい、ぶつけづらいですかやはり。あまあでもこの順目でこれもう全然絞れないですもんね、マッチ、はい、となるとまあテンパイ入ったなら入ればシンプルに追っかけそうですけどね、はい、勝又のもとにイーソーが1枚いきました。これでイーソーは山からなくなったところ。さあ徐々に現物も増えてきた局面ではありますが、一品もつもぎっていきます。勝
または受けながらの手配進行。泉も完全には死んでいないぞ。すでに2メンツあります。イーシャンテン、そして追いついた岡田、ドラを勝負していく。町はスーチーソーです。イーソーは山には残っていないので、まあ、スーチーソーの行方が気になるところです。あれ、チーソーって1枚手のうち、ああ一発積もった、積も上がりとなりました、はい、リーチ一発積も赤、2004000は2100、4100の上がりとなりました。もう我々が数えるまでもなかったですね、うん、山にたくさん残っていたイースーソーとスーチーソー、イーソーが山からなかったところではありました。親番変わって上がった岡田となります。ドラはパーソーで、こちらのハイパイはソーズで一メンツ。なんちゃの勝又、マンズが両面が増えたところ。そして宮内は第一代イーマンから切っていきました。ドラのパーソーがあるのは勝又、そして泉というところになります。仕掛けた、そうですね、初薬杯から仕掛けていった親の岡田です。カウアンを引き入れて一歩前進宮内。さあチーマンも切っていきました。これあのパーマン9万9万っていうところからパーマン切ったんですよね、岡田は。はい、なのですごく目いっぱいに持っていたというところではない、チューンを残してたっていうことですよね。ちょっと本一もまだ残してるみたいな感じですね、はい、ちょっと自敗残して、あ、なんだろう、ゆくゆくちょっと安全になりそうな範囲残しつつ、はい、スリムにしながら、あの手なりで本一いければ本一まで行こうみたいな、はい、ドライ色でもあります、ソーズです。さあ泉は内に寄せて3色なども見える形、3ピンが縦重なりになりました。ここではローピンを選択していきます。先にテンパイにならないソーズ引いたらなんか本一行きやすいですよね、はい、ただ手が進んでしまえば、まあ、テンパイやイーシャンテンを優先するというぐらいのバランス。おー、ピン、先ほどローピンを切っている。ここでは統一の3ピンに手をかけました。あ、こういうのは、はい、まあ、数ピンいくんじゃない、あ、急走、数ピンは残す選択。あ、これでさらに一歩前進テンパイとなりました。宮内先制リーチはカンパーソードラマチ、すでに勝又が間に合っているということで、山には残り1枚となっています。ドラマチのカンちゃん、宮内の先制リーチ、リーチ赤ドラと打点は十分です。さあそのリーチを受けて岡田はどうだ。現在親番中となっています。数ピンも切っていく。カズマこれでさらに広がりましたね、はい、一瞬で。ドラの切りどころが完璧でしたね、完璧でしたねこれは宮内としては痛いところではありました。さあここで仕掛ける、数層ポンしてここはテンパイ取っていきます。親番の岡田、町はカンチーソーです。ドラ表示牌、ただこのカンチーソーも楽ではないですね、うん、山に1枚、はい1枚です。さあただ初をポン、数層ポンして絵面は怖い形、町はカンチーソー、ドラが1枚あります。見た目竜医層じゃないですかただテンパイというか手出しでリアンソー切ってますね。リアンソー、そして追いついたのは泉です。カンチーワンを引き入れたテンパイはスーチーピン待ちです。あ、見た目竜医層じゃなくてこれリアンソー持ってたら、そうですね、あでもそうか、竜医層には2手必要か、はい、あのチーソーを引くと竜医層じゃないの で、パーソーローソーを重ねるプロセスが必要とはなります、うん、さあ岡田2権利1目を受けて引いてきたのはウーマン。ちょっと川強すぎるもんね、宮内さんの川が、はい、これは現張りだったんですけど泉はリーチと行きましたね。現張りじゃないんじゃない、あれ岡田が数ピン押してましたよね。あそうか、はい、あ数ピン通ってたのか、はい、そうか、なので一応現張りではありましたが、やはりウーソー勝負と、あそしてここで勝負となりましたが、あんこから打ち出された、はい勝又からの上がりとなります。リーチ一発ピンフドラ赤、
前転の上がり、追いついた泉が一発での上がりとなりました。勝又も追いついたんですが、ここは捕まる。そして親番を迎えます。トン3曲、こっちめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。とりあえず自敗から切っていこうかなっていうハイパイですよね、うん。そしてこちらは宮内2メンツ、3メンツありましたか。泉はキューピンガンコ、そして岡田はちょっと形苦しいです。イーシャンテン、はい、しかも後継イーシャンテンと言っていいでしょうか。ピンズの形が6778、そして数羽のくっつきも嬉しいところです。さあどうだ、何を残すかというところですが、一気通過も見える、まあ、一通かイペコの目を残したみたいな、はい。さあ先ほどに続いて泉、岡田が点数を伸ばしてきています。宮内も手配いいんですが、ジャントがない形、赤ドラですもんねこれ。あ、そっか、赤ドラだもんね、はい。となるとちょっと簡単には切れないようなところ、ペンサンスを引き入れて岡田は一歩前進ですが、やはり他のプレイヤーよりは遅い形です。いや、さ6球ピン引いてほしいな。どうす、あのウーワン短期にするかどうか。ウーワン短期でリーチいきそうだな、はい、なんか奈良さんはどうですか。僕はどうかな、球ピンだとリーチしちゃうかも。はい、なんかローピンだとゴロチ、あ、でもなんかね、タンヤオ、タンヤオ、なんかスーワンチーとかなんか、あ、ありますね。しないか。さあここでテンパイ入る、赤を引き入れて親の勝又の先制リーチはローキューピン、リーチピンフ赤赤です。どうですか。ニヤマ、ニヤマこの順目だとちょっと少ないかなという印象ではありますが、親での赤赤先制リーチは、あ、これどうするんだろう。これウーマン短期ありますか。皆さん行くでしょう。先制を受けての形です。チーワンは筋切りやすい、はい、闇手に構えます。これは数ワン引きなどを待った格好でしょうか。やっぱちょっと親リーチにドラ短期で追っかけるってね、なんか怖いよね。怖いですね。先制だったらまたちょっと、先制だったらなんかこう相手に なんていうんですか、はい、こうあの自由に打たせない意味も含めて、はい、あの打ちやすかったりするですけども、明らかにもうテンパ入ってる人がいる状況で、はい、しかも親です。親怖い。フーパーピンへの変化ありますが、打点は大幅に下がってしまうか、報酬も怖いところ。泉さんこれウーソー引いちゃったらちょっといっちゃうのかな。いっちゃいます。5枚持ちの6球ピンちょっと怖いもんね。そうですね。ただ3色の、あ、これ望ん理想的、はい、リャンワンの延べ単での追いかけリーチとなりました。リャンワンが場に1枚切れ、ここで展望の両替が入ります。ウーワンは1枚しか残っていませんが、リャンワンは2枚、1枚2枚3枚、うん、3対1、3対1、勝又圧倒的不利。でも打点はね、そうですね、打点どっちも高い、どっちも高いですね。リーチタンヤオ赤ドラですからね追いついた宮内も勝負手となっています。泉さんギブアップかな、粘れるかな。これ先ほどウーピンを切っていますが、連続して並べていきました。形は悪くなかったんですが、やはり二間リーチを受けてしまうと勝負とは行きづらい。トップ目の泉です。さあここで両面チーが入ります。初とイーマンのシャンポンは初でのみ上がれる形ですが、初は泉の現物ということで困ったら切ることもできます。あ、でも1枚この瞬間上がれるとねそうですね、イーマンでは上がることできませんが2枚切れとなっています。先ほどからかわして決まる瞬間ありますからね。泉さん手詰まりか。何切ります。ここはスーピン切りの選択としました。岡田かわし切ることができるか。初も1枚残っています。アリャマを掴んだのは勝又だ。宮内の上がり、リーチタンヤを赤ドラ裏、8000点の上がりです。ここは宮内マンガンを勝又から上がって親番を迎えます。なんと場面は早くもトン4局です。
タトラかウーワン。ちいちゃマークが違うかもしれないですね。さあ宮内親番ドラがウーマンとなっています。手の内には1枚、そしてマンズで1メンツ、白が統一、泉は統一が多い形となっています。岡田地牌が多いハイパイ、まずはイーソーからの切り出し、そして大つもでカンちゃんのドラを引きました。手応え十分と言えるでしょうか。勝間さん勝負全部負けてますもんね今日ハイパイはいいですよ。いいし、はい、今のもツモも良くてね、はい、なんかしかも赤ウーピン引いてなんか満足のリーチかと、うん、リーチだもんね、はい、思いきやというところではありました。なかなか素直に手が入ってくれません。宮内さんがあの手代わり待ったのが良かったんですね。数万引いてからのリャンマンでの上がりなんで、はい、ウーワン短期で即リーチってると上がりなかったわけですか。はい、そのあたり手順が光った一局と、うん、なかなかねウーマン短期と数万のツモってどっちもなんかそんなに変わらないから、ね、数万ドラ表に見えてるからねそうちょっとねリャンマンを重ねてもうイーマン切りでもちょっと、うん、いい町ではないですからね。そのあたり宮内の作戦が勝ったというところでしょうか。勝又は苦しい5900点持ち、そして宮内は親番トップ先生に名乗りを上げていきます。岡田はチュンが統一、これはもうすでに1枚切れています。手牌が伸びてきた、赤嘘、これは打点としては満足というところでしょうか、うん、赤を引き入れての完リャンピン待ち。リャンピン握れだけど3ピンも2枚見えててね、川に、はい、ちょっと使いづらそうな町ではあるんで、そして3枚目自分が使っているということ。まあ、実際岡田は 1,2,3 でメンツで使っていますが山には1枚残っています。どうでしょうか。おーチーピン、勝又は地風のペイの統一に手をかけました。白はまだションパイです。みんなちょっと行きづらい。あ、そうですね。あ、これでもう相当上がりがいよいよ危なくなったリャンピンと2枚切れの完リャンピンみたいな。そうですね、盲点になりうる街に、うん、というのもまたあの迷わずのリーチに踏み切った一つの理由でしょうか。でまあベタ売りしてる人からは出ないんですけどね、はい、ただね、切る牌苦しかったり、うん、殴ってくると手牌が進んできた人なんかは切る理由にはなりうるかもしれません。ああ打たれた。やはりここは宮内の上がりとなります。リーチ、赤、ドラ、裏ドラはありません。7700点、親番連チャン、しかもトップ目泉からの直撃の上がりとなりました。うん、赤ドラドラなんでね、ちょっと行きたい手なんで、はい、やっぱりそうですね、うん、しかもちょっとなんか乗ってきました ね宮内さんが、いろいろ筋だったりとか完リャンピンすでに2枚切れだったりしてさらに上がりやすくなるような条件が整ったところでの77の出上がりでした。うん、宮内親番連チャン一本場、トン4局、ドラはトンとなっています。宮内さんまたいいね、なんか、はい、すでにマンズでメンツと両面がありました。トラのトンが1枚あるのは岡田、あ、勝又は切りましたね。すでに2巡目にトラのトンを切っています。トラのトン切った、はい、地風のペイが統一の手牌ではあります。こちらです。そして岡田は赤ウーワンが1枚、難はおたかぜです。うん、泉も今回はメンツがありません。両面もないので少し時間がかかりそうな手形と言えるでしょう。勝又ペイはなかなかったのね。ドラ表示牌なので2枚目でしたよね。うん、ここはペイには
声をかけずペーチャですが、面前での手配進行といきたいところでしょうか。さあ、ここで2枚目のトーンが打たれて場がやや安くなってきたところでしょうか。さあ、これが3枚目。赤牌は岡田に赤ウワン、そして勝俣に赤ウピンがあります。泉はなかなか手配良くならないですね。ちょっと安全牌も残しながらの進行となっていくでしょうか。こちらの手配なんか進んだような進んでないようなそうですね、カンちゃんが1個増えて伸びればちょっと下目の3色なんかもあるかもしれませんが、この状態ではまずは一メンツでも欲しいところです。こちらの手配もう結構きついよね、はい、この10巡目でメンツがゼロっていうのは。そして岡田からの先制リーチが入ります。リーチ、ピンフ赤、町はサブロソー、ここで仕掛けたのは勝俣、カンウワンをチーです。サブロソー三山です。三山ですか。宮内親にね3枚あって、その部分がもしかして宮内が手配進めばというところではありますが、どうですか皆さん。で、あ、そうか、ただトップ目なんですよね、うん、ということで簡単には打ち出されないかもしれません。このサブローソー待ち、リーチピンフ赤です。そして勝俣はペー2枚を縦にしながら手配が徐々に育ってきていますが、現状役はありません。こちらの手配、急走も切っていく。ここでシャアの統一に手をかける。親番レンちゃんはやや厳しいか。勝俣さん天杯取れるかどうかみたいな感じですか、はい。わあ、サブロスを吸収していきます。これで岡田の上がりもやや厳しくなりましたか。山荘が山からなくなりました。ローソーは捨て牌に1枚あるだけ、宮内の手牌に1枚です。何切るんだこれ。ちょっと困りましたか。ウーワンを選択していきます。数万が通った4枚目のドラ。さあ泉、数万現物天杯取れるでしょうか。いいシャンテン食い伸ばせば一応天杯、数層は地層は通ってるんですけど、はい、いい数層は通ってない。いきますか。貫禄ピンチしていきましたね。ここはマンズをカンウワンでチー、そしてピンズをカンローピンでチーして形式転配を取っていきました勝俣です。岡田上がれずか。次が続くのかな。あ、でもあ、ローピンは切れるのか。はい、泣いているところを一応持ってはいます。さあ泉には転配入らず、これが入って、はい、で、はい、ウーソーも切っていきました。ここで流局となります。岡田そして勝俣の2人転配、リーチ棒は自局に持ち越しとなります。44回戦は早くも難一局一本番を迎えます。強卓が先手、残り時間なんと46分あります。早い我々もね、置いてかれないように、うん、はい、ついていきましょう。さあこちらは岡田なんちゃです。ドラが数層のゲーム、赤とあるのは勝俣です、うん、今回悪くない。はい、そして宮内はこちらの手配、メンツありませんでした。さあ統一で順ありますが、お母さんもいいシャンテン、はい、泣いてすぐ天杯取れる形となっています。白が重なったのはシャーチャの勝俣、地風のペイ重なった宮内。さあ泉は先ほどからね、なかなかまっすぐ作ってはいるんですが、上がりには結びつきません。勝俣白をポンしていきました。強卓が先手あります。一本場泉さんももうチートイツのいいシャンテンでしたね。あ、本当だ。シャーとスーソーとパーソーですか。そしてペー仕掛けていく。非常に場が賑やかになってまいりました。
あんこができましたね。パーマンを3枚にした泉です。あ、なんかごちゃごちゃしてきたそうですね、ウーマンは切っていきました。そして引いてきたのは3層。岡田もポンテンが効く形を維持しています。なんか他の選手もね、あの打点が宮内などあるわけではないんですが、うん、積極的に仕掛けていきましたね。ペイとキューマンをポンしています。ここは先制リーチ、ポンせずともの面前転敗は老朽層待ちです。勝松さん、あ、ペンチーソーターズちょっとネックとなりそうですか。関数層が埋まってペンチーソーの転敗取るならばといったところ。こちら勝俣の手配です。そして宮内もイーシャンテン、ウーパーピン、カンロウソウ、3人イーシャンテンですか。はい、対天杯の岡田老朽層待ちといったところです。さあ勝又天杯入るか、欲しい。ああ、ペンチ層、これで老朽層も出ない形となりました。関数層待ちはドラ待ちとなっています。ドラを持っているのは泉だけ、山に3枚残り。泉はチートイツのインシャンテン親番中ですが、徐々に苦しくなってきたか、統一の数万に手をかける。岡田も気合十分のツモですが、上がりとはなっていません。そして官老層天杯、宮内も官老層待ちでの天杯が入っています。これは泉の元に1枚、3人ソーズ天杯、はい、山に結構残っていますよね。老朽層いそうだもんね。はい、旧層が1枚なんですが、老層が3枚残っていますね。三層は誰なんでしょう。ないですが、ドラ表示牌なので一つ嫌なところかもしれません。マンズは通っています。岡田先生老朽層待ち、山にいるのはピンズ。みんな見せてくれますね、うん、さあ数層対老層対老朽層、老層が1枚減った。ここでなんか泉さんもだって数層いるもんね泉さんも追いつきそう。あのドラの数層は実はまだ3枚残っているので、数層引いたら強い。あ、でもこれは2人の当たり牌です。切った場合は岡田の方に上がりの剣であり、さあ勝又ここは見事上がりを決めていきました。白赤赤ドラ2004000は2100、4100と教託の2000点も回収となりました。ここで一つ勝又に気持ちがいい上がり、やっと上がり出ましたね。なんか面前よりやっぱ仕掛けたりとかした方がいいのかもしれないなというようなところもありますか。結構今押してましたからね、位置に対して。さあ親番変わって岡田となりました。何曲ドラはいいそう、ハイパイではピンズがやや多いでしょうか。もういつなども見える手格好、なんちゃの勝又は初が統一ですね。ちょっと右半分見せていただきました。そして宮内の手配、まだメンツありません。泉は赤ウーマンが1枚ある手配での勝負の1曲となりそうです。勝又さん次でもなんか続かなそうな手配ね、あんまり良くない。そうですね、まあハイパイ山に積まれている状態ですからね、次のハイパイ。さあ初が統一ですが、やっぱり苦しいか。ちょっと3色6チッパーなればいいけど、はい、結構きついもん、ね、7引いて7引いて6引いてですもんね、うん、形が。さあ対する親の岡田、またしてもピンズを引いた。これは本一まっしぐらと言っていいでしょう。まだ順目も早い。さらにペアを重ねた勝又も少しずつ前進。イーシャンテン宮内、わあ、泉さんめっちゃいいとこ3層引きました。手応え十分。これ天杯、ここはパーピン短期面本チートイツ、1万2000点の天杯積もれば6000オールです。5巡目で面本チートイツ補充した方がやってられないですよ。現状順からだけど、はい、ここから町の勝間さんはね、ちょっと今現状出ないけど、これ宮内さんはこれ入り方によって出ちゃうもんね。ジャン島がない形ですもんね。またこの後の町配変化もありそうな形。岡
かさん何、あ、まずは一つ三色の種を引きましたが、こうなるとパーピンやや危ないか。イスチソ引き入れて闇点ではなくリーチスーチーワンリーチピンフドラさんです。とりあえず急走は切るんだけどどうするかだよね。勝負といくリーチといくか、追いかけた。ここはつもぎりリーチ、親からの追いかけが入ります。さあ泉も打点十分でしたが、ここはリーチといきましたね。スーチーワン待ち、こうなるとね止まっちゃうもんね宮内さんとかね。はい、パーピンですね。さあスーチーワン対パーピン短期、パーピンは山には残っていません。さあ対してスーチーマンはまだ結構残っていますか。スーチーマンめちゃくちゃいない。手配に3枚、山に5枚残り、5枚、5対0。岡田にとっては苦しい勝負となっていますが、4枚残りとなったスーチーマン、宮内は受けている。チーピンは現物でした。あ、でもなんかチーピンチーピンで出てまた、はい、勝間さん切らないか。チーピンチーピンでこれちょっとノーチャンスになったりしたら危ないかもね。あのターツで落とす場合ってことですね。ただここはメンツの数層を抜いていったが、勝又が自順チーピンを切ると、次チーピン切っ、一応これ形いいシャンテンだからハックいくのか。ああ勝又から打たれた、うん、勝又からはチーピンが見えていたんですね。そうか、勝又さんノーチャンスだもんね。はい、リーチメンホンチートイツ18000点、岡田が高打点決めていきました。そう、こういうのがあるもんね。はい、5対0だよ。5対0。しかしここで軍配が上がったのは岡田、跳ね真ん上がりを決めて親番連チャンとなります。いいね、リッチ判断良かったですね。はい、思い切っていきました。さあ何曲、1本馬ドラは3品となっています。こちらは勝又初が統一、メンツができたところ、シャーチャの宮内はシャーが統一、ファンが統一となっています。そんなんが一番やるのは泉でしたが、まだメンツは一つという状況でした。これで岡田が抜けましたね。持ち点47700点となっています。勝又は43回戦でもちょっと苦しい戦いでしたが、苦しくて今のもちょっときついもんね。そうですね、自身からチーピンが見えていただけに打たれてしまったと。見えててね、シャンポンか短期しか当たんない範囲で、はい、しかも面本みたいな。つもぎり追っかけというところでしたが、うん、ここは岡田紗友香嬉しい18000の上がりとなります。さあ何をポンしていきました。宮内自家製のシャーも統一の手配、チュンも統一となっています。イーシャンテン、現在宮内は2番手につけています。ウーピンとニャンマンを変えていった。いや、先になんか3万とか今引きたい。はい、したらなんか自然と本一に行けるんで、はい、3万あたりはチーしても嬉しいところですか。3万もチー、うん、チーしたいですね、はい、さあただチュンなどこちらなどが打たれた場合などはポンして転廃取れる形となっています。泉さんもいいシャンテン、はい、なんかスライドすれば3色なんかもあるかもしれません。さあここはチュンも仕掛けていきました。リャンマンを切っての転廃はシャーとパーピンのシャンポン待ちです。泉さんリーチかピンフドライチだもんね。はい、先制リーチサブローソー待ちとなります。現在転廃を入れているのは仕掛けた宮内、そしてリーチの泉、そして追いついたのは岡田だ。リャンウピン待ち。さあいきなりもう卓の上が戦場みたいになりましたよ。サブロッソーは5枚、サブロッソーは5枚、シャーパーピンは3枚、3枚、そしてリャンピンはドラ表示牌にも1枚あります。 1,2,3,4枚、4枚合ってるかな。ちょっと誰が上がるのか分かんないぐらい当たり牌山に残ってますね。シャンポンの宮内ですら3枚残っている。これは補充。はい、ここは泉の上がりとなりました。リーチピンフドラ1、裏ドラはありません。3900は4200、ここではポイントアップに成功となりました。なんか本当に女たちのぶつかり合いが、ぶつかり合い
なんか何でしたっけ、最強戦、女たちの殴り合い、殴り合い、なんかこれも殴り合いみたいな感じになってみたいな、もうみんなリングに上がってくるぞっていうような。勝松さんはなんかなんだろうなかなか追いつけず、それを見ているというような局面になってきました。今回軍配が上がったのは泉となります。さあ変わって南三局、ドラは3番となっています。こちら親番の勝俣はちょうど0点、この親番で回復していきたいところ。残り時間は35分となっています。宮内の形がいいでしょうか。初も統一となっています。この初打たれましたが仕掛けない。これはちょっと泣きたくないですな、はい。ドラ孤立してて、はい、なんか面前で十分結構いいペコとかだって見えるんで、はい、あら統一が増えましたよ。ドラは切りたくない、一応チート中の医者の点でもあるから難しいですねこれ、はい。あ、しかしここでドラ切りましたね、うん。パーマンの受け入れや連想の受け入れも残していきたいという判断ですね。さあそして親番勝俣もまっすぐここは打っていきたいところでしょうか。こういうどうしても連チャンしたい親番の時にこう4巡目とかにあの3万のドラとか切られてくると、もうなんかもう嫌だなみたいな立ち込めますね、暗雲が。そんな手早いのみたいな。そうですね。あ、チートイツの天敗だ、赤ウーピン短期。ここは迷わず即リーチといきました。宮内ウーピン短期でのチートイツ、ね、4面ちゃん、はい。ここは追いかけリーチ。泉もこれもう選手のスピードが速いですね、うん。宮内さんは順からです、はい。サブローソーウーパーソーの4面ちゃん、泉にやはり風は吹いていると言えるでしょうか。しかし勝又これはパーソーもローソーも危ない。そうですね、ここは泉の上がりとなりました。リーチ一発ピンフ、裏ドラはありません。3900点、連続しての上がりとなります。かなり速いスピードで親が回っていきます、ね、打牌も速いですが展開も速い。そうさ、これやってやろうっていう親番でさ、こう打って、しかも打って形見てさ、もう手配違いすぎるんだよ。自分メンツできてないのに、もう4面ちゃんのリーチかよみたいな。ハーソーもローソーも当たっちゃいますからね。でしかもチーソーあんこだからね、はい。もうあ、もうじゃあもうここも入らないし使えないし、使えないし。さあ苦しい戦いが続いている勝俣ですが、44回戦南4局を迎えます。親番は現在宮内、ドラがローマンです。宮地さんはレンチャン狙いたいし、はい、岡田さんはもうトップで逃げ切りたい、はい。先ほどの上がりで泉が2番手に浮上しています。泉さんまだ 3番手じゃない、ごめんなさい、大変失礼しました、うん。28,500 点ですね、200点差ということは上がれば着アップ、着アップ、はい。トップはちょっと厳しいそうなんで、はい、なんか現実的にはまあ早く上がりに来るのかな。形としては赤ドラある手配で、あ、もうイーシャンテン、はい、イーシャンテンではあります。3層から引けば嬉しい天敗ですが、さあ宮内は親番中目いっぱい構えていきたいところ、うん。ムム、両関係を残す3層ウーソースーチーマンのイーシャンテンです。さあこれで赤ウピン打点がアップとなりました。勝俣はポイント回復になりそうでしょうか、うん。そうですね、もうチャックアップ厳しいですもんね、はい。本日サインスタートということで、他の選手よりポイントのアドバンテージがありました勝俣です。宮さんもいいシャンテン、はい。しかもドラメンツがすでにできています。岡田さんもいいシャンテンか、はい。みんな早い、早いんですよ。さあこの白は泣いていく岡田が、あ、嘘、あ、いいシャンテンか、そうですね、点3万の部分がありましたね、いいシャンテン、はい。ややネックがある形ですが、岡田も前進していきます。ここを乗り切れば自身のトップが確定する形です。さあ宮内も今にも天敗が入りそう。勝又もイーシャン天で老僧短期で天敗を取りました。闇天です。これ宮さんも闇天にした、あ、本当ですね。サブローピン両面天敗ではありましたが、場に0枚、お、宣言牌のウーピンを嫌ったというところですか。次行くかな、
あれ闇店サブローピン待ち、押し返しも懸念して、むむ、これもしくは岡田が上がった時に1000点出していると良くないかなというのもありますか。そうか、そういうことですね。多分しかしここでから切りできる牌を持ってきてのリーチだ。サブローピン、ここと見ましたね。そうか、リーチすると、はい、泉さんより下行っちゃうから闇点にしてたのかなと思ったんですけど、はい、まあ、結局2000点上がっても次上がられたら着こ落ちなんで、はい、やっぱりリーチした方がね。とはウーピンが自身から3枚見えました、うん、はい、あ、タンヤオドライチなので3900では闇点でありましたか。あ、そうか、そうか、はい、それを7700以上に引き上げたという格好。さあ岡田が舞台から降りた町はサブローピン町。さあ泉も迎えづらいぞ、うん、この親リーチ。ちょっと補充はしたくないですもんね、はい。さあということで現物を切っていきたいところ。勝又は老荘短期から両腕の延べ短町に町を変えています。ウーワンだとイーペーコーで上がれる形となっていますが、闇天続行こちらの手配。サブローピン町、宮内、先制リーチをかけています。まだ3枚いる、3枚残ってますね、うん、手の内で5枚捨て牌にはありません。ここに引いてきた、キャッチ、キャッチですね。リャンマン切ります。リャンマンも、あ、打たれた。ここは宮内の上がり、リーチ、タンヤをドライチ、裏ドラはありません。7700点を上がって親番が連チャンとなりました。先輩ミスした勝又、ここは宮内、上がって親連チャン、難4局は1本がドラワイーマンとなります。手の内には赤の手牌、ドラのイーマンが1枚あります。何がどいつ、いいように見えますね、ドラメンツもある赤。さあ他の選手はいかがでしょうか。ドラ3枚だって次も1万2000上がったら逆転。そうですね、岡田はちょっともう宮内の気配感じながら打つことになるでしょう。その岡田は今回はおたかぜのトンが統一、そして勝又はペーチャです。そして泉はピンズが多い形。泉さんは8000点上がればジャックアップなんで、はい、なんか満貫狙いたいですよね、この点差ぐらいだと、はい、もう着落ちはないんで、まあ、じゃあある程度自分の格好といいますか、うん、で進めていきたい。進めてこの手配だとやっぱ面前でちょっとリーチ打ちたいですよね。はい、さあそして岡田はマンズで両面ができたところですが、まだまだ苦しいか。宮内さんがどんどん良くなる。そうですね。赤さんですよ。うわ。そして何、バカゼをポンしていくことができました。カンちゃんと両面のインシャンテン。泉は着アップならば、まあ、宮内が親かぶりしてくれるなら1300、2600あたりでもいいところではありますが。関数総数値ピン、岡田もかわしていきたい局面でこの手配ちょっと苦しいですね。うん、ちょっとまだ愚形が多いですもんね。はい、ここでドラマ離していきます。宮泉手配目いっぱいに打ちに寄せています。全部カンちゃんというか、うん、全部カンちゃん、うん、そうなんですね。あ、これ選択三層パーソー両ピン数ピンの選択、はい、カンちゃんの選択です。ピンズは残しそうかな、うん、ということでここは両層できました。
調子56の3色などもある形でしょうか。さあ一つカンちゃん引きたい泉ですが手が変わらない。これはスライドさせず3番切りの選択。手配が縦に伸びてきました。どうしましょう。9ピン9ピン3ミヤ6キューピンがあんまり嬉しくないですよね。しかも自身でも切っている。統一の2ピンに手をかけた。あ、カンちゃん一つ引きましたよ。一応しごろがある。はい、ウーピン2枚切れ。ちょっと嫌なところ、ここはソーズの形を決めていきました。パーソーがあんこになりづらいところではありますが、ここで勝又9ピンを引き戻してのリーチはいい数層待ちとなっています。宮内も徹底抗戦。宮内さんでもね、8000点は打ちたくないんで、8000は8300打つと泉よりも下に行ってしまうということですね。はい、あまっすぐ、はい、まあ、ウーワンは中筋でちょっと切りやすいですね。いいそう、これ当たり牌だけど泉さんちょっとポジション的にまっすぐ行きづらいところですか、うん、ここは現物の2ピンを切る選択としました。そして岡田はカンパーソーでの転配が入っています。役はありません。ローン上がりはできません。ウーソー短期に構えた宮内、これを上がると1番手に躍り出ます。三面ちゃん振り点ですが、ここは待ち合い変化。ウーソー2枚ないいた。ああ、ここは宮内の上がり。勝又さんちょっとかわいそうすぎじゃないこれ。山に2枚いたんですね。ウーソー何赤赤ドラ12000は12300。宮内親での満貫の上がりとなりました。何赤赤赤ドラ赤ドラですね。赤さんのドラ1。はい、ありがとうございます。宮内ウーソー短期で流れを決めて、さらにレンちゃんトップまくりましたもんね。はい、今持ち点が1万点貸しでしょうか。4万9700点だと思います。さあその宮内、こちらの手配が今回の牌牌ドラは数ピンとなっています。役牌チューンが統一、泉は赤ウピンが1枚、岡田はハグが統一となっています。そして勝又、こちらの形でピンズで一メンツあります。勝又がもう本当に苦しいですね。きつい表示にもありますが、持ち点マイナス24900点となっています。あんまり見ないもんね。特に勝又選手は、うん、ね、あんまり見たことないですね。今 A1 リーグあんな絶好調なのに。そうですよ、まあ、全てでは勝つことができないということですね。さあ宅外から1万点が入りまして、宮内に1万点が入って4万9700の表示となっています。さあということで、先ほどと、まあ、各選手のまあ立ち回りも変わってくるところにはなりそうですね。岡田さんは3000点差2本場、はい、26から出上がりは、あ、今役牌の統一2つあります、うん、白とシャーがあります。ポンポンしていく、はい、ボットでいいもんね。3000点差親ですからね、うん、宮内が。さあシャーもちもちの牌が打たれた。ここは仕掛けていく。岡田仕掛けてチューンは宮内が欲しいところ、こちらも負けじと仕掛けていく。残り時間21分、ポンポン空中戦、全て親番にしていきたい。さあトイトイにした。貫禄ピンと初払いを見せる岡田、あとは白ローマン9層が欲しいところです。しかし宮内に転配、町はウーパーマンです。チューンをポンしての転配。ウーパーマン強い。はい。六山。六山。さあ、さらに。あ、でも追いついた。白とローマンのシャンポン町。ローマン山には残っていなかったような気がします。ということで白での上がりを期待したいところ、山に残り1枚です。シャー2ピン9層と3風呂をしている岡田。トイトイシャーが確定しています。上がればトップに返り咲き。泉さんも転敗だけど
2人の仕掛けを受けてちょっと困っていますか。ここは取らず柔らかくしましたね、うん、やはり枚数ではウッパーマンが圧倒しています。宮内先制転敗。ああ、いやカンパーマンだけ嫌な形だったんですが、はい、ここは取り直して振り点の三面ちゃんサブロッキューマンで待っています。泉ロン上がりはできません。ピンフ赤ドラ高めダンヤオです。あ、6球満ですね、ごめんなさい。仕頃はなんないもんね、これ。そうですね、上がりになっちゃいますもんね。あ、9万4枚目か、これじゃあ振り点無理だもんね。はい、勝負にも行きづらい形です。泉、こちらの手配です。また単葉の変化などはありますが、行きづらい牌もいくつかあるでしょう。ウーマン、これは当たり牌。あ、帰るかな。でも変える可能性もある。3万が通っている、うん、上がれば9万も通っている。赤ならもういいですもんね。はい、2000点変えました。ここは補充回避。26あるのか。26あるもんね。はい、手上がりで数値1待ちに待ち牌変化、補充回避ともなっています。さあ、しかしパーマンを掴んでしまう。ここは宮内の上がりとなりました。純ドラ1 2900は3500ですね。ごめんなさい、大変失礼しました。これで親番連チャンとなりました。宮内3本馬のゲームとなっています。なんかもうリーパイも早くなってきましたね早くなってきたいや、宮内さんリーパイ早いで有名じゃないですか。はい、なんか、はい、最初の方そうでもなかった。今はめっちゃ早いもんね。なんかちょっと温まってきましたかねさあ、残り時間18分となっています。ちょっとでも誰かが止めないと時間いっぱい親番やっちゃいますよ、これ。ね、もうそうか、もう上がりに。はい、あ、でも泉さんちょっと条件軽くなったのかな。あの、お金がちょっと近くなりましたか。それでもドラは初となっています。それでも跳ねつもか。4局3本馬のゲームです。ただ泉、本一に向かっていきそうな手配ではありますね。岡田はどうでしょうか。直風のシャアが統一ですが、岡田さんちょうど1万点差か、はい、ちょっと そうですね、まあ、できればマンガン作りたいけれど、マンガン作りたいけど、岡田さん本当に着ダウン、はい、まあ、なくはないですけど、結構上に狙いたい点差ではありますよね、はい、ただその気持ちとは裏腹に、ちょっとね、この手配だと1枚目のシャアは泣きませんでした、うん、勝又も上がりには向かっていますが、打点が作りづらいところ。今回は3色などが見える形。ピンピン行きましたね。そして高くなっていくのは宮内、赤さん。赤さんこのイーマン切りはタンヤオですか。タンヤオですね。はい、ドイツのイーマンに手をかけました宮内です。仕掛けても打点十分な手配。さあ、縦重なりのチーマン、さあどうだ。引いてきたのはパーマン、タンヤオに向かうならば、まあ、イーマンで、はい、あ、9万か。一応2万の受け入れあるので、はい、さあということで9万内に寄せていく。さあ、かなり縦長にはなってきていますが、親番の宮内がトップ目でポイント重ねていきたいところ。泣いていく素材も揃ってきたところでしょうか。タンヤを目いっぱいですね。はい、赤嘘も1枚浮かせて持っています。パソポン、さあこれで一歩前進だ。赤嘘を切っちゃいますか。はい、それでも赤ありますからね、うん、
虎の髪は泉に一枚あるだけです。最シャンテン天杯は入らない。そっかた想像が伸びましたが、パーソーを前中に切っています。地風のシャアは1枚目をする。2枚目は山に眠っています。スーピンがあんこになった。勝又イーシャンテン。ドラの初3枚まだいますもんね。そうなんですよ。泉さん引ければ結構チャンスなんですけど、なんですが深いですよね。ああ天杯が入った。スーチーマンタンヤオアカーカパーソーポンしています。なんかまた連チャンですねこれは。あでも勝間さんが一応残ってるのか。まあ、リーチと役はなんかちょっとつきづらそうですが、リーチといければ。あこれあおおチュンは切らずにチートイツに決めはしませんでしたね。3枚2枚引けばチートイツドラドラの天杯です。そうかダジハイを残してピンズを切っています。ポンテンしなかったチュンドラドラの天杯ではありました。泉です。あしたら3層かな。そうですね。あただチートイツ残すなら、あでも3層切りましたね。まだ初2枚ありますもんね。そして宮内はスーチーマンの天杯です。なんこれは宮内が2枚切っています。また天杯が入らない。うちさらなる親番連ちゃんに向けて、お天杯厳しいかな。泉まだ虎2枚眠っている。ここに1枚来た。ある牌が結構これ打たれる。あポンでも泣けない。あそっか背底でした。勝又宮内のもとにドラが行きましたが泣けず、ここは宮内の一人天杯での流局となりました。親番さらに連チャン、残り時間12分となっています。な4局親番宮内はこちらの手配、またドラメンツがすでにできていて、ソースもマンズもメンツがあははって感じですね。さあそしてこちらはなんちゃ泉ですが、やはり少し時間がかかりそうな手格好、内の側の牌を切っていきそうです。そして岡田、こちらはシャーチャです。ソーズで一面つ、勝又もあと一歩のところで天杯が入りませんでした。3色までつきそう宮内さん。いやもうこれ宮内さんの時間ですね。4本場まで来ています。さあそして引いてきたのはウフマン天杯トラス。はいそうですね、やはりこの順目でのペン3万はもったいないかなっていうところですか。でも赤ドラですからね。はい、まあ、僕も取らないんですけど。ただ打点としては7700点からというところですか。どんどん良くなる。ウソとパーマンのくっつき、勝又はちょっと手配縦に伸びてきている形です。縦に形を決めました。泉はそうですね、第1打ウーピンから行きましたが形があまり変わらない、うん、さあ天杯入るか。うん貫老荘はちょっと不満だけど、はい、ひとまずはパーマン切っての天杯としました。6、7、8の変化も望める形です。タイヤをイーペーコー赤ドラ12,000点は保証されています。ドラ表示牌、あドラ表示牌じゃない、ごめんなさい。貫老荘はまだ悪くないですね。みんな切っちゃう。そうですね。いますよね。現状。勝又スーアンコイーシャンテンですから。むむ引いてきたなローピン。ウーソーないのか。あドラもつもぎった。そうですね。
ローマンスーピン1枚ありますか。スーピンも1枚ない。聞いてください、はい、勝又プロは数アンコを積もっても4着です。なんだって、なんだってそんなことがあるんですか。そんな点数状況あるんですね。確かに4万点しか買わないもんね元はそうですね、数アンコはそんなことあるんですね。そんなことあるんですね、悲しい、まあ、ただ素点は大幅に回復します。大幅に回復します。確かに、はい、失われた展望を取り戻すチャンス。さあここは天杯取るかどうかの局面。取りませんでした岡田。これは打点を見てという判断ですか、うん、さあスーピンが打たれるがここは仕掛けず、これでスーピンが山からはなくなりました。天3万もでもそんな悪くなさそう、はい、でもリーチ、イーペー、まあ、イーペーコーのみを嫌ったと。でもこの前線やっぱトップ狙いたいか。はい、14000点差で、あでもマンツもダメだもんね。2枚目のスーピンも泣きませんでしたね。勝又です。キャンピンワンコの牌、泉4枚目の急走を引き入れました。完せず。さあ老僧まだ山に残ってますね。山に2枚、変わらずの完老僧12000点です。パーピンは親が切っている牌、うん、ごめんなさい、ドラポロッと切ってたもんねそうなんですよ。ちょっとあれつもぎにしてました。はい、いや勝又もここから形が変わらず、スーピンはすでに2枚切れ、ロースを掴んでしまったら他の選手も危ない。パーソーロースとか引かないよね。パーソーから引くとそうですね、単品3色赤ドラ。さあ引いてきたのはチーマンです。岡田これも切っていく。宮内は貫老僧変わらず、パーソーちょっと徐々にまっすぐ打てなくなってくると言いますか、警戒が深まってくるような順目となっています。実際すでに宮内には天杯が入っています。もう6巡目天杯でしたっけ、パーマン切りのところですもんね。ああそしてツモ上がりだ、ツモタンヤオイーペーコ赤ドラ4000は4400オールの上がり。宮内小杖の時間が続きます。宮内さんのこういうのってなんか名称あるんですか。あ、なんとかタイムみたいな、なんとかタイムみたいな聞いたことないですね。聞いたことない。なんか奈良さんちょっと考えてください。宮内さんの、はい、本人にダメって言われるかもしれないです、うん、多分採用されないです何を言ってもあんま採用してくれなさそうさあ第4局はすでに5本場、残り時間は7分。ドラワトン6万9000点強い。はい、そうですね、強いですね。もう勝又との点差が10万点近くなっています。さあ今回も手配悪くなかったですね。もう手の内は数回だけになっています。そして苦しんでいるのは小型3名、アペンス3層引き入れて両面系、そしてソースでメンツができました勝又です。こちらの形何種だ、まだ全然か。そうですね、スーピンチーピンと切り出してはいましたが、ちょっと手役狙っていますね、こちらの手配。国士は全然ダメだね、ハッシュですね。さあこちらは泉、初が統一の手配です。2万3100点持ち、現在3番手。で岡田は現在2番手、形はかなり整っています。チームあたり引くと3面茶の天杯も嬉しいところ。
着アップ狙うのが厳しく大変だもんね。1個上げるのが。そうですね、岡田はどんどん条件が厳しくなっていってますね。泉と岡田の差は変わってはいませんが、やはりちょっと満願サクッと上がってみたいな圏内ではないので、でも、ね、ちょっと上がりに対する制限が生まれてくることになりそうです。もうこんだけ縦長になっちゃったらもう、ね、上がれる手はもう何点でもさっと上がった方が、ね、はい、これ以上そうですね、傷を広げないように。もう残り時間目いっぱい宮内さん押してきそうですもん ね、うん、ね、もう全部来そうだもんね、はい、さあ岡田は一気通過も見える形ではありましたが、インマンが3枚切れ、ここで天杯が入ります。カンチーワン待ち、タンヤオの役がつく。虎のトンがドイツ勝又は国士無双に向かっています。さあチーマンは泉が3枚で、宮内さん一巡間に合わせたから。本当だ、そうするともう山には残っていないということですね。なんかでも変化する牌はいっぱいありそうだけど。そうです、ね、ああでもまた、はい、勝又イーシャンテンまで来てますか。え、はい、全然とか言ってたのに。初と9万、初は泉のもとに先ほど統一でありました。1枚切れ、山に1枚残りとなっています。まだ可能性ありますね。9万も2枚切れとなっています。ある、ある。2枚1枚9枚。ここで大きく素点回復となるか。僕今年ちょっと話しとれますけど、放送対局で僕今年3回国士テンパってるんですよ。はい、あ、チームは打たれた。 あんこの泉から打たれて、ここは岡田の上がりとなりました。タンヤを1300の上がり、1300は2800。2800？ 5 本場で、はい、5本場でしたっけ。2800の上がりでこの長い戦いに終止符を打ちます。44回戦はトップより宮内、着に岡田、3着に泉、4着に勝又の並びで終了となりました。はい、ということで以上の結果をもちまして44回戦が終了となりました。勝又苦しかったですね。最後は数アンコウか国士無双かというのが2回ね、2曲、はい、約万イーシャンテンまで見せていただきましたが、上がりになかなか結びつくことができませんでした。やはり今日は宮内の宮内さんちょっと強すぎましたね。そうですね、岡田さんもだって4万点あったらだって結構トップのでもおかしくない点数だもんね。しかもかなり攻めの手も緩めていないような戦い方でしたよね、うん、泉、岡田、宮内とかなりあのぶつかり合っていた展開が多い中で、うん、見事トップをつかんだのは宮内小勢ということになりました。ただいまポイントの集計を行っております。結局時間いっぱいにかなりなりましたね、ま、なったけど、まあ大体でも間に合うんですよね、はい。さあ次回45回戦46回戦についてお知らせいたします。こちらは本田智弘、萩原雅人、そして石立武弘、山脇千文の4名による対局となります。雷電対決、はい、雷電対決と、あとは M トーナメントでも活躍した石立と山脇と、はい、石立さんまだ勝ってますもんね。勝ってます、はい、決勝トーナメント勝ってますからね、はい、という4名の対局となります。解説は斉藤豪、そして実況は吉井優となっておりますので、そちら皆様お楽しみにご覧ください。雷電対決は熱いですね。楽しみですね、はい、それはすごく見たい。本田プロも先日の対局かなり熱い対局ではありましたが、勝ちましたもんね、あの、はい、最強戦。そうなんですよ、あのハンサム対決。さあ本日の結果が出ました。こちらご覧ください。まずは泉ですね、第4位にランクアップとなりました。トップ3着という結果です。宮内は1回戦がマイナスだったんですが、なんと4回戦で 89.4 ポイントの大きいトップとなりました。ポイントを大きく伸ばして第15位プラス圏へとなりました。続きましては勝又健二、本日は非常に苦しい戦いとなりました。 146.9 ポイントマイナスしてマイナス圏へ、現在30位。そして岡田は2着という結果で38位ということで、ポイント回復という1日となりました。
はい、ということでかなり激しい戦いでしたが、うん、はい、奈良さん解説ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ちゃんと解説できてました。どうですかね、ちょっと後で聞いてみましょうか。はい、はい、ということで本日皆様ご視聴ありがとうございました。次回のフォーカスMをお楽しみに。さようなら。